カーナーボン伯爵はイギリスの伯爵位。3回創設されており、第1期のものはイングランド貴族、第2期と第3期のものはグレートブリテン貴族である。100位名はウェールズの町であるカーナーボン及びカウンティであるカーナーボンシャーに由来するが、これらの地名の綴りは粉版に変更されている。現存する第3期のカーナーボン伯爵位は、 ペンブルック伯爵ハーバート家の分流で、トーリー党の政治家だった初代ポーチェスター男爵、ヘンリー・ハーバートが1793年に、ジョイされたのに始まる。バッキンガムシャーの地主である、ロバート・ドーマーは、1615年6月10日に、イングランド順男爵くらいの順男爵に助せられ、ついで同年6月30日に、イングランド貴族爵位カウンティー・オブ・バッキンガムにおける、 ウィングのドーマー男爵にジョイされた。1616 16年11月8日に初代ドーマー男爵が死去した際に彼の長男サーウィリアム・ドーマーはすでに死去していたため、その息子であるロバート・ドーマーが第2代ドーマー男爵を継承した。チャールズ一世の定身であった彼は1628年8月2日にイングランド貴族爵位のカーナーボン伯爵と アスコット死者区につき、1643年9月20日の第一次ニューバリーの戦いで戦死した。白爵位は、一人息子のチャールズ・ドーマーに継承されたが、二代、白爵は男子にことごとく先立たれたため、彼の死と共に断絶した。アスコット死者区位も一緒に廃絶したが、ドーマー男爵と順男爵位については、初代ドーマー男爵の次男の孫にあたる。 ローランド・ドーマーに継承された。以降のドーマー男爵位については、ドーマー男爵の項目を参照。第2期のカーナーボン伯爵に助されるブリッチズ家は、ジョン・ブリッチズが、メアリー一世から、スードリー城とともに1554年4月8日に、イングランド貴族爵位カウンティ・オブ・グロスターにおける、スードリーのシャンドス男爵を与えられて以降、この爵位を継承し続けた家柄である。 初代男爵の次男の息子であるジャイルズ・ブリッジズは、1627年5月17日に、イングランド純男爵くらいの純男爵に除せられており、彼の孫にあたる3代純男爵、ジェームズ・ブリッジズが8代シャンドス男爵を継承したことで、この純男爵位はシャンドス男爵くらいの、8代シャンドス男爵の子、ジェームズ・ブリッジズは、就職前に、 ヘレフォード選挙区選出のトーリー党の庶民議員議員などを務め、1714年10月19日に第9代シャンドス男爵を就職した直後の同年10月19日にグレートブリテン貴族爵位カーナーボン伯爵とカウンティオブハートフォードにおけるミルトン爵に助せられた。この2つの爵位には彼の父の男系男子を特別継承者とする規定が付けられていた。 ついで1719年4月29日には、グレートブリテン貴族借位、シャンドス公爵とカーナーボン公爵に助せられた。彼の没後これらの借位は、息子のヘンリーが継承し、ついでその息子のジェームズに継承された。三代公ジェームズは1747年2月10日に、母方から、スコットランド貴族借位の金ロス教を継承していた。 ことが、後世に確認されている。男子のない三大公爵の死去後、シャンドス公爵カーナーボン伯爵はじめほとんどの保有爵位が断絶したが、金ロス教のみは、娘の案に継承されている。カーナーボン伯爵ハーバート家の邸宅イクレア城、第八代ペンブルック伯爵、トマス・ハーバートのイツオ・ウィリアムの息子で、ウィルトン選挙区選出のトーリー島所属の、 庶民委員議員を務めたヘンリー・ハーバートは、1780年10月17日に、グレートブリテン貴族爵位カウンティオブ、サウサンプトンにおける、ハイクレアのポーチェスター団爵にジョイされ、これにより、貴族院に移った。ついで1793年7月3日には、グレートブリテン貴族爵位カーナーボン伯爵にジョイされた。この時授けられた称号は、正式には、 アール・オブ・ザ・タウン・ n and c o u n ー・ y of c a r n a ン・ o n リ n the p r i n c i p a l であるが、通常は単に、カーナーボン伯爵として研究される。以降、カーナーボン伯爵位は2019年現在まで、ハーバート家によって継承され続けている。ポーチェスター男爵位は、カーナーボン伯爵位の従属称号となり、カーナーボン伯爵位の法定推定相続人は、 コーチェスター教の儀礼称号を帯びる。初代博は、その後、1806年から1807年にかけて、初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビル内閣において、襲名頭を務めている。初代博の死後に爵位を継承した息子の二大博、ヘンリーやその息子で三大博爵となった、ヘンリーも、就職前に、庶民院議員を務めた後に就職で、 貴族院へ転じている三大伯爵の長男であった四大伯爵ヘンリーは保守党の有力政治家であり、1866年には第14代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーの第三次内閣で植民地大臣に就任し、カナダに最初の自治領を設立させた。1874年から1878年にかけては、 ベンジャミン・ディズレイリの第二次内閣で再び植民地大臣を務め、カナダと同じ方式の南アフリカ自治領創設に務めたが、不成功に終わった。第三代ソウルズベリー公爵ロバートガスコインセシルの第一次内閣にはアイルランド総督として入閣し、パーネルとの条件付き自治の交渉に当たったが、実らずに終わった。彼は植民地には、 解明的な思想を持っていたが、内政面では選挙法改正に階級闘争を激化させるとして断固反対し続けた。四大伯爵が没すると、息子のジョージが五大伯爵となった。五大伯爵はアマチュア考古学者であり、ハワード・カーターのスポンサーとなり、ツタンカーメン王の墓の発見を支援したことで知られている。 続いて5代伯爵の一人息子ヘンリーが6代伯爵、6代伯爵の一人息子ヘンリーが7代伯爵となった。2019年現在のカーナーボン伯爵は8代伯爵となるジョジで2001年に就職した。現当主は2012年に第18代ペンブルック伯爵、ウィリアム・ハーバートに息子が生まれるまで、 ベンブルック伯爵くらいの推定相続人でもあった。カーナーボン伯爵家の邸宅は、ハンプシャー州のハイクレア城である。この城は、司法長官、ロバート・ソーヤーからその娘マーガレット、その次男、ロバート・ソーヤー・ハーバート、その甥にあたる初代カーナーボン伯へと相続された、城である。ここは、テレビドラマ、ダウントン・アビーの撮影に用いられた。 原投手ジョージ・ハーバートは、以下の尺位を保有している。カーナーボン・伯爵ドーマーやケーズ・カーナーボン・伯爵ブリッジズ家ケーズ・カーナーボン・伯爵ハーバート家ケーズ。ありがとうございます。